おっと、いらっしゃい。悪いね、今そっちへ行くから。よっと。はじめまして、だよな。霧雨マリサ。ここで魔法店をやっているぜ。専門は妖怪退治、異変解決、それと物品収集かな。あと、魔法を使えるけど。別に大したことじゃないよな。最近じゃ私のことをちゃんと知らない人も多くてな。それでも別にいいんだけど、軽く自己紹介させてもらったぜ。さて、この動画は、怪奇創作サイト SCP 財団に登場する記事を紹介していくものだぜ。SCP とは何ぞや?については、悪いけど他の動画を当たってほしいぜ。丁寧に教えてくれている動画やまとめサイトがたくさんあるからな。他の動画といえば、この動画の投稿者は、英語の SCP を日本語に翻訳して紹介する動画シリーズもやってるぜ。SCP 財団サイトのメンバーでもあるから、どこかで見かけたら仲良くしてやってくれ。つまり、ウィズダムで未翻訳記事を紹介する一方、本動画シリーズ、ジャポニカ SCP 百科事典では、翻訳済みの記事を紹介していこうって腹積もりなんだ。ま、この話はまた後でするからな。それでは、早速新シリーズ、第一発目の紹介に移らせてもらうぜ。SCP-539-JP、星を守る人。オブジェクトクラスはユークリッド。まずはこの記事自体のデータについて。作成日は2019年5月29日。作成者は 0V00V03。界隈では、ふむむさんと呼ばれている人だな。評価はプラス69だぜ。この SCP は、すでに紹介動画が2個動にあるぜ。左上アイカさんの動画だ。あちらにも私が出てるぜ。人気者は忙しいんだ。ほんじゃあ、内容に入ろうか。特別収容プロトコル。539JP 周辺の土地は財団フロント企業によって買収され、一般市民の侵入を阻止されるぜ。フロント企業っていうのは一般企業に扮した財団資本の会社のことだ。ここまでですでに、この SCP が場所系オブジェクトだってわかるな。さらに、クリアランスレベル2以上の職員が月に1回、539JPA と呼ばれる実態と対話し、同じ日に 539JPB と呼ばれるものを点検するそうだ。対話可能な何かがいる場所のようだな。プロトコルはこれだけだぜ。シンプルでいいね。次に説明。SCP-539-JP は、岡山県にある一軒の家屋だぜ。いきなり打足なんだけど、岡山県で、星、にちなむ町といえば、茨市の美星町が挙げられるぜ。その名の通り天体観測名所でな。黒塗りの文字数とも合うし、もしかしたらここかもしれないぜ。緩和球大、539JP の広さは外見よりもずっと広く、数十平方キロメートル以上あるらしい。ま、空間拡張は SCP の常連属性だな。その広大な敷地にもかかわらず、539JP はダイニングと収容室の2部屋しかないぜ。ダイニングに何千平米も使ったってしょうもないし、ほとんどを収容室が占めてるんだろう。SCP オブジェクト自体が収容室って、ちょっと新鮮だな。ダイニングに住んでいるのが、539JPA と呼ばれる初老の男性だ。温厚かつ、協力的なんだそうだ。これだけでもうほっとするな。ただ、このおじさんは老化しないようなんだぜ。人間じゃなさそうだな。一方、収容室には異常性質を持つ様々な物品が収められている。財団と似た仕事をしているのかもな。539JPB と呼ばれるこれらの物品は、種類こそ様々だが、淡い青色に光る性質は共通しているそうだ。割と綺麗なのかもな。それじゃあ、539JPB の実例を見ていくぜ。まずはトナカイ、ランギフェルタランドス。常に地上から5センチ浮いていて、泣くと周囲にリボンでラッピングされた空箱が出現する。これ以外に特徴が書かれていないから、青く光ってる点以外は普通のトナカイと同じ外見や大きさなんだろう。クリスマス気分なのはいいけど、空箱じゃ私の触手は動かないな。次の例はフクロウ、ストリクスウーラレンシス。羽が地面に触れると消失し、同地点からホオズキ、イサリスアルケケンギバールフランケティが発生する。このホオズキの果実部分は総じてフクロウの頭部分に酷似している。関係あるかはわからないけど、ホオズキの葉っぱを水につけて放置すると、残った葉脈だけが形を作る、スカシホオズキを作ることができる。これがフクロウの頭の形に似てるんだぜ。出現したホオズキにナンバリングはないから、フクロウや羽は青く光ってるが、ホオズキは光ってないんだろう。提灯のイメージもあるし、ホオズキこそ光ってそうだけどな。お次はカニ、ブラキュラ。全長が5センチメートルと非常に小さい。口から発生した泡がビー玉に変化する。これまた可愛いな。サワガニくらいの大きさだぜ。可愛い生き物ばっかりで、財団の収容する奴らとは大違いだ。続いてヒド系。光源に関係なく常に現在の時刻を指した影が発生している。めちゃくちゃ便利だな。電波時計以上の正確さだろうぜ。
今度はユリ・リリウム。花びらの中心から常にキラキラ星のピアノ演奏が流れる。これまた可愛いぜ。連続ループ再生に耐えるとはなかなかのもんだ。インストだけだと ABC の歌と聞き分けがつかないけどな。ラストは餃子。常に温かく冷めることがない。最後はまさかの食品だぜ。なんかもうちょっと他に書くことなかったんかな。ってわけで B のリストは以上だぜ。一見して共通項が見当たらないが、全体的にファンシーな感じで落ち着くな。収容室とかいうからてっきり危ないのかと思ってたぜ。さて、 539JP にはさらにもう一つの特異性があるぜ。不定期に空から青い火球が降ってくるんだ。1000度以上もの熱を放っているそうだ。放っておいたら山火事は免れないぜ。この火球は 539JPC に指定されたぜ。ところが、A だけは C に素手で触れるんだそうだ。しかも、A が触れた途端、C は B に変化するぜ。やっぱりこのおじさんはただものじゃなさそうだ。つまり、さっきまで見てきたヘンテコなファンシーオブジェクトたちは、もともとは空から降ってきた火球だったんだな。天から落ちたオーブに触れて様々なものに変えるおじさん。さながら魔法使いだぜ。同業者だったりしてな。それじゃ、このおじさんとのインタビュー記録を見るぜ。対象、SCP-539JPA。インタビュアー、コクト博士。コクト博士もふむむさんの生み出したキャラクターで、詩の著者ページにキャラ設定が書いてあるぜ。インタビューを専門とするロングヘアーの女性研究員で、かなりビビりなところがあるそうだ。ほんじゃ記録開始。どうもこんにちは。やあ、いらっしゃい。今日は少し話をしたいのですが、よろしいですか？話、ですか。構いませんよ。ありがとうございます。いえいえ、何でも聞いてください。話せる限りは答えましょう。では早速ですが、あなたの素性を教えてください。どうかしましたか？いえ、そんなことを聞かれたの、数百年生きてて初めてでして。数百年？人間じゃないのですか？ふむ。そうですね。人間ではないですね。じゃあ何なんですか？私は、星森なんです。星森？ええ、ここによく落ちてくるでしょう。その子たちを保護しているんです。星を守る、で星森ですか。なるほど。そうです。でも、それは生まれてからずっとですか？いえ、任されたんです。任された？誰にですか？私の上司にあたる人から、ある日こう言われたんです。私の支えている空から星がこぼれてしまう。その星を守ってくれ、と。は。まあ、とにかく私は星たちを守る。それだけの男です。そうですか。わかりました。ありがとうございます。さあ、久しぶりに話して疲れました。よかったら一緒にピザでも食べませんか？少し落ち着いて、お話はその後に、ということで。では、ありがたくいただきます。本当ですか？嬉しいですねー。では、どうぞどうぞ。いや、収容対象から渡されたもんを勤務中にホイホイ食うなや。なんとも全体的に緩い雰囲気が通底していて、肩の力が本当に抜けるぜ。話しぶりも平易な感じだしな。こんなにリラックスして読めるインタビューはなかなかないぜ。人間じゃないなら何なんだ、と聞かれて、自分は星森である、と役職を答えるのがなんともこのおじさんの人の良さが現れてるな。さらりと言われた、上司、は何なんだろうな。この後はさらにまたすぐインタビュー記録が続くんだ。間髪入れず読んでみるか。対象、SCP-539JPA。インタビュアー、コクト博士。記録開始。どうも、こんにちは。今日も少し話を聞きたいのですがよろしいですか？おや、またお話ですか。ふふ、こんなに話せるなんて嬉しいですねー。もちろんいいですよ。ありがとうございます。では今日は、あの不思議なものたちは何なのか教えてください。ですね。少し前に話した星のことは覚えていますか？あれは空からこぼれ落ちた星だったんですよね。そうです。しかし、その説明はちょっと足りなかったですね。どういうことですか？その前に聞きたいのですが、あなたは何座ですか？私ですか？神座ですが。おお、神座ですか。いいですねー。で、星座が何か？今、星座はいくつあるかご存知ですか？確か88個でしたっけ？そうです。1922年に名前が決められ、1928年に居場所が定められて現在の88個になりました。補足説明だ。
そもそも星座ってのは、古代ギリシアをはじめ、それよりさらに昔の中国、エジプト、中米など、各地の古代文明で見出され、人々に親しまれたものだったんだぜ。つまり星座はいくらでもあったんだ。ただ、1919年に国際天文学連合 IAU が発足し、天文学知識の整理整頓のため、正式な星座の数と種類を決める必要が出てきたんだ。そして1922年、IAU の第1回総会がローマで開かれた。この時に、全天にある星座は全部で88ということと、それらの各名称が定められ、承認されたんだぜ。また、この時にベルギーの天文学者、ウジェーヌ・デルポルトラが、北天の星座に経緯線による境界を設けることを提唱したんだ。この案は1928年の第3回総会で可決され、星座の位置が決まったぜ。ってことを星森は言ってるんだぜ。88星座はギリシア神話に関係するものがとても多いから、大昔から続くものと思われがちだが、ちゃんと決まったのは意外と最近なんだぜ。じゃ、続きな。しかし、それにより消えてしまった星座はどうなったと思いますか？どうなるんです？空の支えからこぼれ、ここに落ちてくるのです。あ、もしかしてあの流れ星ですか？そうです。あの星を叱る形にして保護する。それが正式な星森の仕事なのです。はあ、そうだったのですか。でも、亡くなった星座は全て保護が完了しているのではないですか？ええ、ジェイミソンさんの子たちやトレミーさんの子は保護し終わっています。ジェイミソンさんとは、18世紀のスコットランド人作家アレクサンダー・ジェイミソンのことだろうぜ。ジェミーソン星図を手掛けたことで有名だぜ。ジェイミソンが自分で考えた星座もここに含まれてるんだ。トレミーさんは、古代ローマの地の巨人、プトレマイオスだな。彼こそが今の星座の大部分を発見した人物だぜ。トレミーの48星座は、なんとそのうち47個が現在の88星座に採用されてるんだ。星座界のビッグダディだぜ。唯一採用されなかったのが、アルゴ座だぜ。アルゴってのはギリシア神話に登場する帆船なんだが、時代の流れとともに星座が分解されちゃってな。トモ座、コ座、龍骨座の3つに分けて分類されたぜ。そういう背景を知っておくと、星森がジェイミソンさんの子たちと呼んでいるのに対し、トレミーさんの子が単数形な理由がわかるぜ。プトレマイオス星座の中で、C になって落ちてくるのはアルゴ座ただ一つだからだ。じゃ、記事のラストまで読もう。では、もう落ちてくる星座はないんじゃ。いえ、今も星座は作られ続けています。そして空から落ちてくるのですよ。作られている？誰が作っているのですか？ん？誰がというか、あなたも作ったことがあるんじゃないですか？ほら、この問答を聞いたことがあるでしょう？問答？ねえねえ、何座なの？餃子、という問答ですよ。あれも星座に入っているのですか？そりゃあもちろん、あの子たちも星座として生まれてきたのです。仲間外れはいけませんよ。もちろん、餃子だけではありません。ギザギザ、ブルドーザ、インフルエンザ、などもすべてここに落ちてきますよ。なるほど、そういうわけでしたか。たまに珍しい子とかも落ちてきましてね。どの子も家族同然に大切なんです。でも、餃子なんかは言われる機会が多いから、落ちてくる子たちを保護するのは大変じゃないですか？ああ、その問題はないですよ。なぜです？増えすぎたら、美味しくいただいていますので。記録終了。家族食っとるやんけ。ってツッコミはなしなんだろうぜ、きっと。ってことで、前に振る舞ってもらったピザも、食べさせられそうになった餃子も、実は SCP-539JPB だったってことだ。ファンシーで可愛い雰囲気を貫いていて読みやすい SCP だったぜ。ネタバラシも済んだことだし、せっかくだから今まで出てきた B を振り返ってみるか。星座のお勉強といこうぜ。まずトナカイは、18世紀フランスの天文学者、ピエール・シャルル・ルモニエが考案したトナカイ座、だな。フクロウ座は、さっき話したジェイミソンが独自に見つけた星座の一つだぜ。後に出てきた、ヒドケイ座、もそうだな。そういや、カニが登場したのを不可解に思ったんじゃないか？行動12星座の一角であり、コクト博士自身カニ座だったわけで、C になって落ちてくるはずがない。普通はそう思うだろうぜ。これは、オランダの天文学者、ペトルス・プランシウスが1612年に作成した天球儀に加えられた、コガニ座、だぜ。体調が小さいって書いてあっただろ？あれはカニ座とコガニ座を区別する意図があったんだろうぜ。最後のユリ座は、フランスの建築家、オグスタン・ロワエが1679年に発表した星図に描かれたものだぜ。ユリは当時のフランスを治めていたブルボン王家の家紋だ。ちょっとしたごますりで追加したのかもな。
それから、同じ著者によって書かれたテイル、星を喰らう人、では、これらの B が登場するぜ。こちらのテイルもやたらほっこりするからおすすめだ。というか、ザ、で終われば商品名でもありなんだな。あと、このテイルでは、星森の上司の一人がギリシア神格のディオニュソスであるらしいことがわかるんだ。星座管理業だし、やはりギリシア神の面々と関わりが深いのかもしれないな。それから、完全に余談なんだが、私が落ちてきてほしいと思う星座を挙げてみたぜ。こうして見ると歴史上たくさんの星座が出てきたもんだな。宝石系の星座も多かったから、539JP の収容室を見てみたいところだぜ。あとは、誰もがやりたがるオリジナル星座も挙げておくぜ。フリーザは大体の人が思いつきそうだけどな。見てきた限り、ザーで終わったり固有名詞だったりしても適用範囲内のようだし、みんなも好きに星座を作ってみたら楽しいんじゃないかな。もちろん、実際に夜空を見上げるのもおすすめだぜ。ほんじゃ、私からの SCP 紹介は以上だぜ。もうちょっとそこで待っててくれだぜ。改めまして、ご視聴ありがとうございました。ここからは打足になるぜ。あいつの代理として話させてもらうぜ。話といっても、みんな別にあいつのことなんて興味ないだろうし、この動画のスタンスについてだけ話すぜ。みんながどんなノリでこの動画を見ればいいのかって話だ。SCP 紹介動画は競技たくさんあるから、どういう紹介形態で、どんな SCP を取り上げるのかってのはみんな気になるところだと想像されるぜ。そこんところを前もって言っておくぜ。紹介の仕方は、同じ投稿者の Wisdom A は SCP 辞典と全く同じだ。すなわち、毎回一つの SCP を扱う、できるだけ丁寧に解説する、SCP に関連性がありそうな東方プロジェクトのキャラが一人登場する、このあたりが特徴かな。あっちのシリーズは別に見てなくても問題ないぜ。特にクロスリンクとかするつもりもないし。ま、英語の記事を読んでみたくなったら覗いてみるといいぜ。続いて、本シリーズで取り上げる SCP の選定基準について。一つ、投稿者が Twitter で紹介した SCP であること。あいつの Twitter アカウントで、だいたい毎日のペースで、SCP 記事を読んで紹介する企画をやっててな。早い話が、読んでるうちに解説したい SCP がたくさん出てきて、翻訳済み記事や JP 記事も動画化したくなっちゃったんだぜ。未翻訳記事ばっかり動画にしてたあいつだから、読んだことのある SCP を紹介できる感覚に感動してたぜ。それが当たり前なのにな。選定基準その2、紹介動画やまとめサイトの記事がまだないこと。もう解説されたものにはあまり手を出すつもりがないぜ。ただ、今回も先行動画があった SCP だったし、これは別に絶対条件というわけじゃないぜ。その3、解説が必要な SCP であること。一読さえすれば全容を理解できる記事は、よっぽど明文章でない限りは取り上げられにくいぜ。そういう再現動画みたいなのはあんまり得意じゃなくてな。このシリーズではあくまで謎や背景知識の解説に注力するぜ。選定基準はそんなとこかな。あと、紹介してほしい SCP のリクエストは受付はするんだが、まず Twitter で紹介してから、動画化するかどうかを検討するぜ。採用されるかどうかはちょっとわからん。ご理解願うぜ。また、テイルは動画化しないぜ。あくまで SCP 記事の解説専門って感じだな。私から伝えるべきことは以上かな。聞きたいことがあったら言ってくれると私たちも助かるぜ。それじゃ、お別れの時間だな。未知なるものの確保が済んだら、また会いに来るぜ。ソーサレス、コンシダラボー、パワー。